はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。7月ね、12日になりました。月曜日でございましてですね、まったりしてますよ、ほんまにはい、まだね、お昼はいただいてないんですけども、これからまったりとした一日始めようかなっていう感じですね。はい、行きましょう。時事.comでございまして、これはですね、昨日の22時13分ですね、11日の22時13分に出た記事、これ、日本とお隣さんの首脳会談は、昨日は動かんと思ったんですけど、昨日、向こう側はなんか出さったらしいですね、コメントを。タイトルがですね、首脳会談報道で日本に遺憾、協議継続難しい韓国政府という。昨日の夜、日曜日ですからね、ソウル時事、韓国外務当局者は11日ムン・ジェイン大統領が検討している東京五輪の開会式出席と日韓首脳会談の開催に関連し、日本政府当局者が外交当局間の協議内容を日本メディアに一方的な立場や見解とともに流出しているとして強い遺憾を表明した。よう言うわって話ですけど、要は、外交当局ですね、多分局長、課長級ぐらいでやり取りしてると思うんですよ、メールかなんかで、あるいは電話で。要はムン・ジェインさんが開会式にいらっしゃるという話をですね、ここのところ報道が相次いでます。で、産経毎日読売が報道しました。来るんちゃうかみたいな感じですね。で、それが鬱陶しいと言ってるわけですね。お前らよう言うわって、いつもお前らがやってることやんかって。勝手に漏らして自分たちに有利な世論を作ろうということですね。その上で、こうした状況ではムン司法日に関するですね、各国文司法日に関する政府間協議を継続させることは難しいと訴え、慎重な対応を求めた。いや、そんな勝手にバラすんやったら、もう俺ら協議したらへんでって言ってるわけですよ。ええやん、別に。せんでもええやん、別に。協議なんかせんでもええ、今度もええやん。当局者は、両国が外交チャンネルを通じ、東京五輪を両国間の懸案解決の契機に活用する方策を緊密に協議してきた。と指摘。要は、ムンさんが日本にやってきて、菅さんと差しで話をして問題解決しようぜというふうに、するような会談にしようぜと言ってきたんですね。懸案解決の勢いが用意され、適切な各会談の格式が取り揃うという前提で、韓日首脳会談開催の可能性を検討したのは事実だと認めた。まあ、簡単には、行ったる境合わせろということですね。菅には青たるみたいな。それで、そこで解決しやないかっていうんですけども、まあ、二つ大きな問題がございまして、大きく二つね、他にもいろいろあるんですけど、慰安婦問題および、徴用工の問題で確定判決が二つ出ています。で、それは共に日本企業や日本政府に金払えという判決でして、で、それを執行する法手続きを進めてるんですけども、素晴らしい法治国家ですんで、どうやらムンスさんがそれを望んでいないようなんで、法的手続きは進んでいないという状況のようですね。それについてですね、こう話し合おうやないかというふうに向こうが言うてるわけですけども、菅さんとしてはですね、別にそれはそっちの国内問題だって、私たちが関与するものではないというのが菅さん、あるいは日本政府、日本外務省の立場でして、全くその通りでして、向こうの国内で勝手にですね、国際法や我々と結んだ条約に違反する判決を出してるわけですから、それはそっちの問題で、そういう違反した状態を進めるのか進めないのかって、それはあんたらの問題やろうと、別にこっちで話したことないやんという立場ですね。で、それは多分そういうことを外交当局者で言うてるわけです。でも、僕はそれを話し合おうと言ってきてるわけですね。だから、それを議題に出すということ自体でも揉めてるんちゃうんかなと。別に話し合うことはないですよと。約束さえ守ってくれればいいんですよと。条約さえ守ってくれればいいんですよ。国際法さえ守ってくれればいいんですよ。というのが日本の立場。でも、それで突き返されるとですね、ムンさん的にはですね、自分のメンツが立たないわけですね。日本に解決策を持ちかけたのに、日本が拒否したというふうなポジションを取りたいわけです。日本側もそれよう分かってるんで、そんな別に、そんなことやらせへんでて。だから、来るんなら来いと。儀礼的には会ってあげると。
だってその外国の元首ですから、いやわざわざおいでいただいてですね、何もせずに返すというのは礼儀に反するんで、お会いしましょうと。しかしそういう問題を出すんやったら、もうこっちは受けませんよと。名目的な首脳会談というか表敬訪問ぐらいにとどめましょうと、多分日本側はそう言うてるわけですね。それに対して向こう側はですね、それは困るバチッとした首脳会談にしようって言ってるんですけど、まあだからお互い折り合っていないと、折り合っていないのにですね、どうやら来るんちゃうかみたいな話が日本側からも向こう側からも漏れてると。それに対して向こうの外交部の、まあいわゆる日本の外務省の担当者がですね、イライラして、イラッとしてるわけですね。日本は勝手に漏らしやがってと、お前らも漏らしてるじゃないかって思うんですけど、まあいつもながらの身勝手な主張ですね。この日本が漏らしてるから、そういうもう話し合う状況できへんでって言うてるわけですけど、別に話し合わんでもいいや、別にそんな大体混んでもええしというような来てもらう必要もないしというのが日本の立場なんですけど、相変わらずそこがですね、分かっていらっしゃらない、言ったんねんって、話したんねんって言うてる、まあ上目線でですね、多分言うてるんやと思いますよね。で、日本ももうかなりね、このね、3、4年でですね、日本の外務省も日本政府も全体的な空気ですね、まあ、あるいは自民党の中もですね、向こうに対してですね、面倒くさいなという、そういう気持ちがですね、湧いてきてるわけですね。あ、疲れるなあいつらはみたいな。で、実はこれアメリカもですね、よう分かってるわけですよ。実によく分かってるわけです。なんせバイデンさんは2015年の慰安婦合意というのをお膳立てした人間なんですね。その時パク・クネとですね、日本は安倍さんです。で、官房長官が菅さん、なんで菅さんの中身をよう分かってるわけで、いい札もよう分かってるわけです。2015年の政府間合意をお膳立てして、それがずっと実行されないままですね、2017年にですね、ムン・ジェインに変わりました。変わった途端に保護にしました。なんでもうその時には2017年時点では、もうトランプに変わってたんで、バイデンさんは副大統領ではなかったんですけども、ただの上院議員だったんですけども、自分がお膳立てした日韓政府間合意をムン・ジェインというおっさんが保護にしたということはバイデンさんも知ってるわけであって、だからこそですね、その割合冷淡な対応をしてるわけですね、ムンさんに対して。で、ムンさんはしっきりと南北間、北朝鮮との関係を改善したいと思う。それに対してアメリカの同調してくれっていう、アメリカも賛同してくれって言うんだけど、まあそれはしたってもええけどって、君らの主張を一部認めてもええけど、やったら日本との関係を改善してからやというふうに要求を出してるようですね。で、これにムンさんは答えたいんですけども、まあ、今までやらかしたことが大きいわけであって、その手前ですね、全部引っ込めてごめんっていうわけにいかないわけですね。そこがね、窮屈なところで、愉快なお隣さんの場合、こう日本に対して譲歩したというようなことがですね、ことになってしまうとですね、もう政治生命その場で終わります。その日本に譲歩した、日本に譲った、あるいは親日であるということになれば、もうその場でもう政治生命どころか、どう言いましょうかね、人格権までなくなってしまうというのが愉快なお隣さんのややこしい状況なわけです。だから表立って妥協はできないんですね。一切の譲歩ができないんです。でも努力してんやというポーズは取れるわけですね。それが今回行ったる境大たる境という今回の開会式に関しての訪問になってきてるわけであって、で、まあ日本もそれよう分かってるわけです。私が分かってんねんから日本の外務省分かってるわけですよ。だからそれにまあ乗せられへんでというようなことを水面下で協議してるわけですね。で、まあ向こうがリークしてるわけ、向こうもリークしてるわけですよ。首脳会談やるんやと。だから日本もリークしてるわけですよ。で、まあ いつもならね、向こうが一方的にリークするんですけど、今回はなんか日本の外務省も口頭戦術を使って自分らもリークしてですね、向こうのメンツをですね保たせ、メンツをですねその保たせないようにですね、いろいろとやってるようでございまして、面白いやんと。僕らにとっては面白いです、まあ、日頃からウォッチングしてる人間にとっては面白いやん、結局どうなんのって世界ですね。
私はまだクルセンが残ってると思います。いらっしゃるという、なぜかというとご本人にそのつもりが強いからなんですよね。行きたい、行って菅さんと会談をして、提案をしたいというお気持ちが強い、かなり強いんだと思います。だからまだ来るという線は十分に残ってると、まだ十中八九ぐらい残ってるというふうに私は思っております。はい、ということでこの gg.com のサイト貼っておきます。全部読みましたけどもですね、もう一回自分の目で見たいという方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。